こんにちは。今日はですね、ウイルスチェイサーというちょっとレアなパソコンウイルス対策ツールの、簡単パソコンウイルステストレポートです。で、ウイルスチェイサーの方ですね、ドクターウェブの、アンチウイルスエンジンを採用していて、ちょっと気になるところなんですけれども、それではまず簡単にテストをしてみたいと思います。こちらのいつもテストしているトロイ、ワーム、マルウェア合計17個ですよね、の方を検出できるかどうかまずテストしてみたいと思います。回答と同時にですね、15個検出可能でした。で、こちらの残り2つですね、両方ともマルウェアなんですけれども、こちらの方手動検査で、検出できるかどうかテストしてみます。両方とも問題なく検出可能でした。そういたしましたらですね、比較的新しい、パソコンウイルスの方ですよね、検出できるかどうか一緒に見てみたいと思います。マルウェアリストさんの方で、10月22日ですね、本日見つかったウイルス、おそらくマルウェアなんですけれども、そちらの方をですね、一度取得してみて、検出できるかどうかテストしてみます。今ダウンロード完了しましたね。こちらの方になるんですけれども、手動で検査ですね。ウイルスまたは悪性コードは発見されませんでしたということなんですけれども、で、こちらの方先ほどですね、ウイルストータルの方で、検査してみましたところですね、バックドアとかですね、そうですね、こんな感じでウイルスの方を検出している様子です。一応ドクターウェブあったはずなんですが、ないですね。あ、これですね、ウイルストータルのドクターウェブのエンジンでも検出はできていないので、パソコン側の方の方でも検出できないということですね。そういたしましたら、いつもテストしているアンダーグラウンドサイトの方からマルウェア入りのファイルを取得してみて、そうですね、検出できるかどうか試してみたいと思います。こちらの方ですね、こちらの方は検出可能でしたね。そうですね、ちょっとウェーブフィルターか何か、そうですね、ダウンロード時に検出してくれたら一番いいんですけれども、そういう設定がないみたいですね。そういたしましたら、最後にちょっと別のウイルスですね、もう一件試してみましょう。こちらの方はウイルスを配布するサーバーが落ちているみたいですね。ダメですね。
そういたしましたらですね、先ほどこちらの、バックドア系のウイルスですね、実行してみたときに、パソコンを保護できるかどうか一度試してみたいと思います。何ら反応ないですね。こちらの方にも特にいい検出の方はないですね。ないです。ですね。そういたしましたら、パソコンの方を再起動してみて、何か被害が出ているかどうか一緒に見てみたいと思います。もしウイルスチェイサーの方ですね、動作負荷面、さほどかかる様子はなく非常に軽いです。そうですね、Windowsのシャットダウンですよね、の方がセットアップしてからちょっと時間かかるみたいな感じで、起動の方に関しましてはですね、特に負荷がかかってなかなか起動しないというふうな不具合はないです。意図不明な、ファイルを実行という画面が出ていますね。ちょっと実行してみます。これちょっとドライバーの確認画面なんですけれども、ちょっと問題発生なのかもしれないですね。そういたしましたら、こちらの方、あとマカフィのオンラインスキャンの方を検査して、また詳しい情報の方をオンライン SNS の方に掲載しておりますので、よろしくお願いいたします。それではこの辺で失礼いたします。